突然仕事人間だった父が会社を辞めた。なるほど、そいつはミステリーだな。少しは向き合ってみたらどうだ。ファイナルファンタツイ。父の本音を知りたい。僕、父をこの世界に誘います。不思議ですよね、この世界だとみんな本音で話せるんですよね。正体を隠し共に旅をする。僕が考えた光のお父さん計画。俺だ。頑張れピョン。めちゃくちゃ楽しんでんなあの人。映画じゃんこれ。どうしたの、ため息なんてついて。今晩な、大事な決戦があるね。大丈夫？お父さん。無邪気に遊んだ記憶の中に。ゲームなんてしてる場合じゃなかった。気づくべきことがあったさ。今さらどうすればいいのか。父さん、皆さんとゲームをしている時、息子と一緒にゲームをしていたあの頃に戻ったようで。口下手で不器用だったけど、父さんはいつだって。劇場版光のお父さん。ありがとうございます。何してんの？さあ。